こんにちは。まいひめ大学特別講義でございます。今ね、アカウント制限中なんですけども、まあ、頑張ってこのサブチャンネルから放送しようかと思いますね。あの、お金がないと吹けるっていうのはね、結構科学的に考えてみるとそうだなと思うのと、あの、食事ですよね。お金がないと食事にお金が避けなくなってきますんで、やっぱり粗悪で高カロリーなものを取らざるを得ないといけないのかなっていうところです。やっぱりいい食品って手間暇かかってるから高いんですよね。それから希少性があったりするわけなんですよ。やっぱり高いんですよ。 そういうふうな高い食材を買ってそしてねお金があると時間的に豊かになります時間を使って様々なことができるようになります、まあ、例えば食品を探したり化粧品を探したりするのも時間かかりますよね探すっていう時間がかかりますだから時間的な投入ができるから最先最適な回答にたどり着きやすいんじゃないかなと思いますどうしても時間がないとね間に合わせで選んじゃったりとか目先のものとかね それから目立つものを手に取ってしまうんですよまさにスーパーとか行ったら分かりますけども、目立つところにあるものって、いいものというよりも、その会社に利益が出るものが目立つところに置いてますんで。だからそれをパッと取っちゃうんですよね。でもいいものっていうのは、セールスの棚には置いてないんですよ。やっぱりね、普通のこう、店内ずっとかき分けていった棚の上の方の目立たないところに少しだけ置いてあるんですよ。というのは、いいものってね、高いんですよ。高いからバンバン売れないんですよ。バンバン売れないから、 陳列量も少ないんですよ。そういったところに値引きもせずにこっそり置いてあるものの中にいいものがあるんじゃないかなと思うんですよ。探すのに時間もかかるし、買うのにお金もかかる。やっぱりそういうものが価値を帯びてるんじゃないかなと思いますよね。それからね、お金があると、ゆっくりと睡眠時間を取ることができるんじゃないかなと思いますし、睡眠の質も良くなるんじゃないかなと思うんですよ。例えば、寝具にお金をかけることができるでしょ。寝るっていうことに。で、布団を、 干ししたたたり、手入れをしたり、りをね、買い替えたりとか、こまめにできると思うんですもそうなったら体を休める時に体が休まるんでそれは起きた時にものすごくいいパフォーマンス出るんじゃないかなと思いますどんなにくたびれていても寝て回復するんだったらこんなにねあの効率的で楽な方法はないわけですよ、うん、やっぱ体の疲れを取るためにねわざわざどっかエステ出かけたりとかねいろいろありますけどもそれも十分活用していいんですけども根底にあるのは エステに行ったたりとか整体を受けたその日ででもう寝るわけですよその時にせっかく整体で楽になった体がね寝具によって寝ることによって自宅で寝ることによってなんか悪くなっちゃったみたいなぶり返しちゃったみたいなことじゃいけないので、えー、整えてもらった後はさらに自分のね布団で整うみたいなそんなね睡眠へのいざないもいるのかなと思うとああなるほどお金があった方が絶対老けずに済むよね健康で済むよね血行も良くなるよねそれから お金があると、お金がある人との人脈も築きやすいんで、いい話も聞きやすいのかなと思うんですよね。うん、まあいろいろとやっぱり分かっていることなんですけども、なかなかね、そのお金が稼げないと。どうすりゃいいんやって話です。まあその方法はね、まひめ大学のなみさんがいろいろと教えてくれるんで、ライフプロデュースアカデミーへようこそという話になるのかもしれません。もちろんね、速果塾も来てくださいよ。それでは本日は以上でございます。いってらっしゃい。